毎度バカバカしい話を一席、ヨネスケチャンネルです。今回は池袋演芸場にやってまいりまして、なんと竜亭こちらがですね、池袋初撮りなんですね。そこでいろいろ心境を聞いてみるとともにですね、女性落語家枠もありますんで、話を伺ってみたいと思います。突撃さあさあ、では楽屋、ほらにょー、おはようございます。おはようございます。お願いいたします。ちょっとよく、はい、そっち座って。失礼いたします。すいません。いやいやいや、すいません。どこにお出座りしますか。いや、ここに座ってよ。よろしいですか。失礼します。いや、この間大阪で、はい、いろいろお会いしました。ありがとうございました。お疲れさんです。で、ヨネスケチャンネルにもね、はい、一回出てもらいまして、出させていただきまして、ありがとうございます。いや、はい、どうですか、池袋演芸場って初めて。初めて出させていただきます。うん、はい。感想は。いや、緊張します。めちゃくちゃ緊張する。はい、うん、どうしよう。どうしよう。滑りたないわ。あのね、はい、はっきり言ってね、はい、大阪の人の方が温かい目で見てくれる。いえいえ、そうですか。俺この間繁盛亭出た時そうだった。あ、うん、待ってましたでしょうね。そうかかってはりました。東京はちょっと厳しいよ。あ、そうですか。プレッシャーかけちゃってるよ。怖いな。でも、はい、東京の寄席は何回か出てる。いや、初めてなんです。え、初めて。はい。あ、そう、そう、他では独演会とかいろいろやってるし、はい、二人会やってるけども、はい、え、東京の寄席初めて。初めてなんです。もしかしたら、はい、東京の芸人で一番合ってんのは俺かもしれない。あ、そうですね。ヨネスケかもしれない。はい、師匠一番。はい、ねえ、はい、もうだってね、天満宮で自転車に乗ってる時もあったんだもん。そうです。はい。で、なんとですね、はい、今日はですね、私の誕生日というんで、はい、ニオにプレゼントもらったんだもん。そんなやめてください。ちょなんとですね、はい、ニオにはいプレゼントいただいた。やめてください。なんか、うん、こう媚び売ってるみたいな。いや、媚びじゃない。ねえ、誰もあげてる人いはれへんかもしれないので、はい、昨日ね、はい、舞台でみんなね、はい、あの国立演芸場で、はい、みんなで祝ってくれたのよ。拝見いたしました。お写真を盛大に、うん、ねえ、お誕生日今日で、あれ見たもんやから、うん、私も、はい、あ、そうなんやと思って、これはもう明日お目にかかるし、うん、なんか持っていこうと思って、うん、はい、ちょっとお気に入っていただけるか分かりませんが、はい、ニオが出るからってね、はいはい、今日したんだけど、じゃあちょっとじゃあ、はい、あ、開けてみてくれ。私が開けてみてください。よろしいですか。お、あの、すいません、靴下なんです。ちょっと見て、はい、おしゃれな靴下。ちょっと相当悩んだんですけど、うん、はい、うわ、ありがとうございます。すいません、ねえ、はい、しっかり落語のことを聞かないでこんなこと言ってますけど、うん、でも、はい、もうあの NHK の賞を取ってから、はい、随分変わった。いや、もうそうですね、うん、私自身はあんまり変わってないなと思うんですけど、うん、周りがやっぱりめちゃくちゃ変わったなっていう感じしますね、うん、今回この池袋も、はい、もう女性5人が出るってことで、はい、で真っ先に桂二葉が出るということで、はい、あ、そう、ありがとうございます、ね、こちら国さんね、お声かけていただきまして、うん、どうですか、こちら国ってどんなやつ。こちら国さんね、私あんまり お会いしたことなくて、うんうんうん、なんか繁盛亭で 2回ぐらいかなっていう感じなんですけど、うん、なんかあの本とかはね、こうって読ませてもらったりとかして、うんうん、でなんか噂によると、なんかあの講座でドロップキックなさる方っていうふうに宮城にね伺ってるんで、はい、一気三丁目聞いてくれてありがとう。ちょっと怖い方かな。そんなことないよ。そんなことないよ。そうですか。今日は何、帰るの。今日帰るのです。あ、じゃあ会えないかもしれない、ね、そうなんですよね。じゃあお兄さんが福岡らしくて、今日。あ、そう。はい、なのでちょっとお会いできひんかもなっていう。じゃああいつ福岡から鳥をやるという、はい、そうですね。じゃあ俺それまで待ってなきゃいけないんだよ。で、よっと見たらほら、アラマンも来てるんですよ。
おはようございます。まあ、ゆうかりも。ありがとうございます。だって今日出番じゃないでしょ。もうお姉さんの講座を勉強しに行きました。そうなん、やめてください。もうそうかそうか。仁王が今日出るからって顔出したの。いや、だってあの講座拝見したことないので、一回道でね、道ですれ違っただけなので、だからあのぜひ。うわ、見られたない。そんな感じでございますけど、ね。はい、頑張ります。はい。あのね、そうだ、出番前だから、はい、どうも本当に口下ありがとうね、すいません、どうも失礼します、どうもします。突撃いいよ、いいな、リラックスリラックス、すいません。いや、もしかしたら俺貴重なとこ撮ってるよ、東京の初の予選に出るところのやつを YouTube で撮ってる、はい、いや、そんなもん、頑張ってな。はい。お疲れ様でございました。勉強させていただきました。どうも。お疲れ様でございました。どうでした？いや、初めての池袋演芸。すごいあったかいお客さんで、うん、よかった。うわっ。お金もらいました。それもくれた？はい。うわ、やった。やったわ。すごいあったかいお客さんでした。だった。よかったです。はい。ちょっとやりすぎたかなと思って。いやいやいや。大爆笑だったじゃん。いい。で、あの NHK で賞取った天狗刺しだよね、はいはい、もうあれしかできひんのんですよ、何やってんだよいや面白かった、面白かった、いや、やっぱりあれだな、上がる前と降りてきたからの緊張感の顔が違う、まあ、よかった、ホッとしてます、うんうんうん、あ、よかった、いや、よかった、よかった、うん、また これで味しめて東京上がりたい、いや、もう、はい、すごい嬉しかった、めちゃくちゃ嬉しかったです、本当に、よかった、また、はい、うん、お願いいたします、またぜひぜひ、はい、ね、もう皆さん本当に桂二葉を応援してやってくださいよ、ありがとうございます、いや、どうも、で、今日はこれで大阪へ帰るんでしょ、はい、もう帰ります、ね、はい、降りたかったです、うん、あのプレゼントありがとうございました、いい、大切に履かさせていただきます、ありがとうございます、どうも、はい、お疲れ様、どうも、さて、今日はですね、もう仁王だけかと思ったらこれ二人も来てましたね、今日は初日から仁王のとこに顔出してたから、いや、やっぱりあのまだ講座を、仁王姉さんの講座を生で拝見したことがなくて、うん、まずこんな機会がないっていうと、あと、うん、寄席のお客さんが仁王姉さんが来るってすごい盛り上がってるんですよ、うん、でそれはどんな客席なのかなっていう、その2つは絶対見ておかないと、もう自分の時が怖いなと思って今日は見に来ました、見たら怖くなっちゃうので見たくなかったんですけど、ゆうかり姉さんが行こうぜって勇気をくれたので、うん、来ました、大爆笑だったよ、だって、うん、天狗だし NHK テレビでも拝見しましたけど、うん、まずネタが東京にないネタで、うん、っていうのとやっぱもう、うん、面白いですよね、うん、でやっぱあとあの高い声で、ね、カーってやるとやっぱかっこいい、ちょうど今ここにね、ゆうかりの師匠がいるんですよ、今パンツになってるけど、そのうちの師匠の前でこんな話するしかもスタイルが相変わらず師匠、はい、師匠、師匠、師匠、どうですか、ゆうかりは、はい、いやいや、そんな師匠の前で、ゆうかりは今日で最後なんですか、いやいやいや、お疲れ様ですか、お疲れ様ですか、私芸に対しては厳しいらしいじゃん、いやいや、なことはございません、いやー、この間言ってたよ、もうね、アラマちゃんさえいてくれて、いやそんな、もう2人ともすごい頑張ってるんで、はい、本当にニオちゃんとか出てきていい刺激になったと思うんですよね、うん、うん、だからニオちゃん見てたら落語に入った途端に
すごい中性的なところもあって、うんうんうん、自分で変えられるんでしょうね。あ、なるほどね。女で男で真ん中でって、うん、いけるんでしょうね。だからそれがで彼女たちもできてくるとまたいいんじゃないでしょうかね。さすが有弱師匠ですよ。いいアドバイスだね。アラマはどうですか、はい、これ今度あの女性枠で出てる。はい、あの本当2つ目成り立てでまだ1年経ってない状態で、うんうんうん、あの一番下で入らせていただいているんですけど、うんうん、本当にもう光栄すぎて2ヶ月前からもう震えてて、うん、何のネタにしようか絞りきれなくて、うん、まあ、お姉さんたちの、まあ、今日も様子を拝見させていただいて、うん、師匠の話もありますけど、うん、私も女流で、まあ、女で売っていくキャラでもないので、もともと女性の話ではなくて、うん、まあ、下ネタの方で、うん、ほら下ネタ来たよ。もうそれ見たもんな下ネタが。ミダさんぜひ来てくださいよ下ネタを。あの YouTube ね、ヨネスケチャンネルで下ネタが好きって言ったので、どれだけ好きかを出さなきゃいけないなっていうの。そうなんですよ。そうなんですよ。あえて下ネタ抜いたらこれよし。PTA 会長ですよ。そもそもがちょっと見てください。おめえの方がよっぽど。いや、その形下ネタってのはこういうものです。もろ出しです。いやいやいや、そうか、なんか吹っ切りました。本当ヨネスケチャンネルのお姉様たちのお話で、うん、それでいきたいと思います。で、鳥が、竜亭こちら君、はい、池袋初鳥ということでございます、はい、素晴らしい、ね、そうだ、そうですね、初鳥ですから。あ、初めてですか。そうそうそう、だからちょっとね取りに来たんでございますけどね。もう私すっかりユーチューバーになってますんで。勝負のおかげでどれだけ落語が広まってるか。何を言ってんだ。いや本当ですよ師匠。もう皆さんぜひどんどんもう寄席にお越しいただく。そのために師匠やってらっしゃるんですもんね。もちろんでございます。寄席に来ていただこうっていう。そう、寄席はねっていうか、あの落語界を知ってもらいたいのよ。だから僕は本当に五団体全部、うんうん、あのやりたいっていう感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。突撃失礼します。おはようございます。ヨネスケでございます。お待ちしておりました。師匠今日は初撮りということでございまして、よろしくお願いします。こちらくです。ちょっと心境をどうぞ。皆さんこちらくチャンネルをよろしくお願いします。俺のチャンネルだなお前。池袋初撮りでしょ。はい、初めてです。心境は念願。一番池袋演芸場の鳥を、うん、もう選手昇進してから上がり取りたかったんですよ。なんで。あのキャパがちっちゃいんで、うん、どうにかなるかなと思って。いやー今日ね、いやでもやっとですね、2、3年客席してないけどいっぱいですよ。あ、なんか立ち見も出てくれてる。でどっかんどっかんみんな受けてる。でも疲れ切って、いやまだ私はこれから。ああ、ダンコールさんはこれから例外ということはあります。まあ北海道にもね、東北にも例外があります。俺はくだらねえなと思って。どうです、でも本当にちょっと、うん、まあちょっと集客だけがちょっと心配だったんで。あ、いっぱい表で立ち見ってあって、うん、ちょっとやっぱ安心したんですけど、うん、怖いのは平日ですよね。今日土曜日なんで、うん、土日は皆さん来てくれるかもしれないですけど、平日ぜひ平日来てください、うんうん。これ流すのもう終わってからです。そうです。今日流してください。今日。ニオさん天狗差しやってる。そうよ。だから NHK でもう仕事。鉄板目で持ってきて、うん、そうそうそう。嬉しいですね。鳥の前に俺が撮って見てどうしようってだったか分かんないけど。よろしくお願いします。女性の落語家を日替わりでやったじゃないですか。はい。うん、そう、今日も受けてたしね。明日からも、明日が、うん、明日はね、ユーカリ、それでね、ラクビがね、アラマ、ユーカリ、ユー七風子、アラマ、うん、4人続くんでね。で、その2人がまたたまたま来てたのよ。あ、なんか夕方、あ、夕方じゃねえ、あの、アラマと、うん、勉強に行きますって、ユーカリ、うん、この間、会った時に、うん、ごめんなさい、すいません、あいつはちょっと初日勉強に行かせてもらっていいですか、うん、おお。そしたらさっきメール来てて、うん、あの仁王はお姉さん見れたんで勉強になったんでもう今日帰りますっつって。なやろ。普通は残ってるよな。ババア2人。普通はの幹部の俺が残ってるの帰っちゃうんだよ。
誰も幹部と思ってない。どんな感じの、うん、はい、でもまあ本当にあの5日間ですけど、いや5日間ね、はい、集客があるといいですね、うん、なんか立ち見まで言えなくても空席がちょっとでも少ないことを祈って、うん、頑張ってね、ご時世なんで頑張ります、うん、はい、イエイエイイエイエイじゃねえよ。はい、お願いいたします。おしまいこちらくでお付き合いを願いますけど、ありがたいですね、大勢様突撃、ありがとうございました、お疲れさんでございました、すいません、ありがとうございました、ありがとうございました、すいません、お疲れさまでした、またやっぱりなんかすいませんでした。池袋のハストリーの感想は、ありがとう、いやすごい緊張しちゃって、すごいバカになんか気持ち浮いちゃってました、なんかアップアップになっちゃいました、何回も頭真っ白になっちゃった。いやでもみんなお客さん喜んでるよ。ちょっと今日は天才覚えたてなんですけど勉強させていただきました。誰からだね、コマンショーから教えていただきました、ね、ずっと前座の時からやりたかったんで、うん、この間やっと教えてもらって見てもらえて、うん、あれどうにかなんか、おじいちゃんになってもやりたいなと、天才みたいに、うん、俺はよく秀才って言われたけどね、もう大丈夫です。そうね、あの疲れてるんで。ということで、流星こちらくの池袋初取りでございました。